はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。来ましたね。今日本当地震来てですね、びっくりですよ。もうこんなになりながらですねプニプニやってましたけども、本当津波もねなんかすごいらしくて、ちょっとそのあたりもね心配ですけども、まあとりあえずですね今日は来ましたね、雪花ラミーアイドルの出演率超アップ来ました。しかも1日のみと。最近この運営ね刻んでくるパターン多いよね。まあガチャ回す方としては刻んでくれた方がね確かに狙いやすいには狙いやすいんだけど、早くランク UZ の白神さんのね超アップ来てほしい。おそらくねみんななかなか白神さんね出ずに困っている人多いんじゃないかと思います。まずはでもね今日はこのラミーさんから引いていきたいなと思います。まあ特殊能力あるしね、しかもおはじきバトルで水星さん、水ちゃんに対して、まあ、特攻があるということで、まあこれはですね、まあ、取っておいていいかなと思います。確率見ていきましょうか。ラミーさんは 5% ということで 5% ですよ。これ出まくるっしょ。初日が 4% で結構出る出るっていう感じだったんで、まあそう言って僕引けてませんけども、5% なんでちょっと今引いておいた方がいいのかなっていう気がする。ただその代わりといってはなんですが 0.1 とかね、他の確率がだだ下がりじゃねえか。こんなに下げなくてもいいんじゃないの。 0.3 とかさ、もう地獄やろ。そしてまあ僕ねトリプルゼータはね2体引いてるんで、まあここはスルーでいいでしょう。なので今日は白神さんと、まああとダブルゼータのねこれたくさんあるけど 0.1 か。そして 5% はねちょっと引いちゃいたいなと思います。10連いきます。当たり前じゃないですか。さあ 5% なんで10連でおそらくね2体3体出まくると思うんだよね。もう多分ねいきます。さあここでハマりたくはねえなここでハマるとこ違うぜみたいな。さあここで昇天して白神さんオルジョス。あったかですか。あかったかちょっと待って、 5% でしょ。ランクセット赤から来るパターンか。ちょっと待って、なんか渋すぎない。初日出すぎたか。初日がですね確率以上のねガチャだったんだよね。どうなってんだプリプリのガチャ。ほんとねわからない。確率表記している。来た、赤から来たよ来たよ来たよ。これ来たんじゃないの。でよーとランク Z のラミーさん来ました。来たぜ、サクッと来ました。まあこれは神引きと言っていいでしょう。もう今回ね 5% なんで多分出まくるんで、もう10連もいらないかなってね思いました。本当はね単発でサクッと引いてまあ逃げ切りたいなと思ったんだけど、まあでもまあありでしょう。さあラミーさんはね可愛いよね。さあおはらみです、こんらみです。これまた面白いよね。ホロライブ5期生青色担当雪花ラビーですということで、まあ、結構新人というかね最近の人ですよね。さあ来たぜ。さあそしてちょっとこの赤、この赤気になる。今ちょっとちらっと見えちゃったんだけど、ちょっとこれは来たんじゃないのマジで。いくぞ。さあ止まらない。さあ他のキャラも何気に結構たくさんダブルセーターあるね。赤から止まんねえ止まんねえ。さすがに赤からフグさんはないよね。ここは止まんない。まあでもね目当てのキャラ引けたんで、さあ今日はねこれ使ってね攻略の方を進めていきたいなと思います。さあ皆さんはですね今回のラミさん何回ぐらい回して何体ぐらい出ましたでしょうか。そのあたりねコメント欄で教えてほしいなと思います。そしてまたこのガチャいつ引くかってね、そのあたりのねこの攻略というかね作戦もね教えてほしいなと思います。それではですねイベント攻略やっていきます。さあプニットショットなんですけども、まずはスイちゃんのレベル5やっていきます。ちょっとね編成に迷うんだよね。この雪花ラミーをですね入れるのがいいのか、なしで種族効果アップ覚醒エンマ入れていくのがいいのか、それがですねちょっと微妙なのでちょっと試してみたいと思います。まずは雪花ラミーアイドルなしで、その代わりね
種族効果をたくさんつけてポカポカ 70% 薄ら影 50% の編成でいきます。ちょっとね、雪花ラミーが活躍度がね小ということで、まあ、だったら第2種族効果アップを乗っけた方がダメージ出るんじゃねっていうね、すごい微妙なんだよね。いやでもさすがに雪花ラミー入れた方が出るのか。さあダブルゼータ6400で、このトリプルゼータ、ここがむっちゃ出るんだよね。さあ下を転がします。さあペコちゃん9900です。微妙ですね。お疲れ様でミス。でトータル的には元気10で18000と、だからフルパワーだったら6倍出るからね。さあそれでは雪花ラビ入れてやっていきましょうか。レベル6。さあスイちゃん、さあこんなパーティーでやっていきます。覚醒閻魔を外しました。種族効果が若干落ちてはいるんだけど、どうなんだろうね。薄ら影にもう少し乗っけた方がダメージ出そうな気がしないでもない。さああとはミッションがねうまく発生してくれればワンチャンあるのか。レベル6ででも HP が189000、結構えぐいよね結構もうこの辺りから特攻ないと無理ゲーです。特攻ないと無理ゲーと言いつつ、電気ドリンクがなんかどうなんだろうね。今回なんか全然落ちないような気がするんだけど、また運営絞ってきたのか。結局課金してくださいよか。最近なんか課金の煽りがね激しいからね。今回もなんとかね無課金攻略したいとこなんだけど、スキル2の解放がねできるかどうか。さあこっからさあ上を飛ばして3万超え、38000。やっぱり雪花ラミー弱えな微妙っすね。さあそしてペコちゃんが、さあここは下を転がします。いきなり4万スタートだからね。4万4000か、一気に行きました。今回だからミッドショットはこのペコちゃん引けるかどうかだよね。悩みどころだな。まあどっちもあんま変わんねえっていう感じかな。10万か、入れない方が出るかもしれないね。196ポイント、せっかく苦労してゲットしましたけども。さあそして裏マップの攻略やっていきます。さあボタンさんのステージ、さあこんなパーティーでやっていきます。ワタメン使っていきます。まあ攻撃力アップはね無効化されるんですけども、まあつながりやすくなるスキルも非常に使いやすい。そしてラミー全消し単体攻撃、そして復活があります。ワンチャンあります。このスキルが強力、そしてマリン船長 S ランクマップでゲットできます。そしてペコちゃんの S ランク、さあそしてボタンさん、さあこんなパーティーでいきましょうか。まあ実質ラミーさんだけですよ。後のキャラは適当に置いておくみたいな感じで、今回特殊能力持ちキャラがむっちゃ強え。特攻ないとほぼ無理ゲーなのに、特攻入れた瞬間にまあどんなパーティーでも勝てますね。さあフィーバータイム入りました。溜まってねえな。さあしっかり溜めて、さあワタメンからのこれは反撃キャンセルされる。ちょっと残るもう一発、まあうまくやればなんかワンパンできそうな気もしますけど。さああとねまだ育成がねできてません。ラミー
さあこれでもう一発いきましたね。さあ何か落としてほしい。おっとハート来たぜ。ハート集めやっていきます。さあホロハート。さあ次はさあこちら白神さんのステージ激ムズやっていきます。さあペコちゃん使っていきます。これ特殊能力があります。体力プリケシ単体攻撃、そしてデカプニで降ってくるこのスキルが強力。そしてオカユン使っていきます。全消し、そして SS ランクのコロさん、ボーナス玉が降ってくる。そして Z ワタメンアイドル、攻撃力アップです。つながりやすくなる。そしてボタンさん全消し。さあこんなパーティーでやっていきます。さあここのステージもですね、特攻ないとむちゃむちゃむずいんですけども、ペコちゃんがとにかく強えっていうね。まあ、フィーバータイム入って打っていきましょうか。フィーバータイム外でもいけるんじゃね。さあ振ってくる。1まで貯めて、さあフィーバーインからの、さあまずはトコちゃん一発。そしておっと64万ダメージ、これいったんじゃね。もう一発いる。来ましたね。むっちゃ強えペコちゃん。さあなんとかですね倒すことができました。やったぜ。さあ消費必殺の秘伝書。さあちょっとパーティー変えます。ダブルゼータのマリン戦地を使っていきます。技ゲージが溜まった状態でスタート。そこの船長がですねむっちゃ周回にね使える、この技ゲージが溜まった状態でスタートなので、からのデカプに作って、これで2発撃ちでいけるかな。ワンパンいきましたね。強いな。さあなんとかねクリアすることができました。さあいただきましょうか。まずはスキルに解放の書ゲット、そして限界突破していきます。さあスキルに解放します。さあこちらパズル開始時に妖怪プニがデカプニで降ってくる、これはちょっと周回でむっちゃ使えそうだ。さあそして1-4コロさん、大々犬パジャマのステージ。さあノエル使っていきます。アイドル単体ボーナス玉を作るでっかいやつです。そしてポカポカと勇ましのダブルスキル種族効果アップがあります。さあこのステージもむっちゃむずくてちょっとね無理ゲーだったんですけども、一気に攻撃が緩くなりました。これならいけるんじゃね。422か。さあキーバインからのこれのビジート、これでおっと53万ダメージ。さあもう一発いるか、いっちゃいましたね。めっちゃ強え。さあなんとかね封印の方も進めていきます。